リッキー・リー・ランバートは、イギリス・リバプール出身の元サッカー選手。元イングランド代表。ポジションはフォワード。リバプール出身。1998年8月、16歳で、ブラックプールでキャリアをスタートさせたが、2年で退団。その後、マクルズ・フィールド・タウンと契約を締結するまでは、ビートルート缶詰工場で働いていた。その後、マクルズ・フィールド・タウン、 ストックポートカウンティ、ロッチデール、ブリストルローバーズでプレーし、ブリストルローバーズでは、約3年間で、通算155試合に出場して59ゴールを、上げた。特に、2008から09シーズンは、リーグ戦29ゴールを上げて、リーグ1の得点王となった。2009年8月、約100万ポンドで、サウサンプトンに移籍した。2009から10シーズンは、 デビュー戦のリーグカップ、ノーサンプトンタウン戦で、いきなり得点したのを皮切りに、FA カップ5回戦のライバルポーツマス戦でのゴール、リーグ戦のミルトン・キーンズ・ドンズ戦でのハットトリック、フットボールリーグトロフィー決勝、カーライル・ユナイテッド戦での PK でのゴールなど、リーグ戦30ゴール、全大会合計36ゴールを挙げる活躍で、2年連続リーグ得点王と、 なり、リーグ1のピーフファン選定年間最優秀選手に選出された。2010から11シーズンは21ゴールを挙げて、サウサンプトンのチャンピオンシップ昇格に貢献した。2011年1月1日、サウサンプトンと2014年までの新たな契約を結んだ。2011から12シーズンはリーグ戦27ゴールを挙げて、 ここ4シーズンで3度目のリーグ得点王となり、サウサンプトンを7年ぶりのプレミアリーグに導いた。また、チャンピオンシップのプレイヤー・オブ・ザ・イヤー、ピーフ年間ベスト11に選出された。2014年6月2日、地元のクラブのリバプール FC への移籍が発表された。2015年7月31日、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC への移籍が発表された。 2017年10月2日、現役引退を表明した。ウクライナとの試合に向けた練習に励むランバート2013年8月8日に31歳にして、初めてイングランド代表に招集されると、8月15日のスコットランドとの親善試合でデビューを果たし、決勝点となる代表初得点を挙げた。プレーオフ3試合を含む、プレーオフでの1ゴールを含む、 ありがとうございます。